お太ったんちゃうか、ま、た太った、なんで太んねん、太った、なんで太んねん、生活ええんかい、そういうことはないですよ、ガス止まったんですよ、ガス珍しいじゃないかい、いや、あの昨日ね、うん、風呂入っとって、風呂入っとったからシャワーして、うん、とりあえず子供入れて、うん、出さして、うん、でこう頭きれいにしとかなあかんわと思って、で石鹸つけてごしゃごしゃにして、うん、こうカミソリでこうやって沿ってたんですよ、うん、でまあこの辺なくなって、この辺なくなって、なんかぐちゃぐちゃってなってる頃に流そうと思って水出したら、この水が湯にならへんですよ、金払ってるけどなと、なんでやろうと思って、でとりあえず給湯器見てくれよ、給湯器電気ついてるし、ガスつくし、これも金払ってへんわけじゃないしと思ってんけど、水出えへんのですよ、で結果その給湯器が壊れとったんですけど、また寒いじゃないですか、そうや、湯出えへんかったら水でよう流さんでしょ、どうしようと思いながら、そのまま風呂桶詰めて、パンツ履いてズボン履いて、頭泡だらけのぐちゃぐちゃのまま車輪こ乗って風呂屋行こう思って風呂屋向かってたんですよ、警察に止められてね、どこ行くねん言われて、いやどこ行くねんって、この頭で風呂桶詰んでねんから風呂やないですか、バブルな人やバブルな人、頭バブルね、頭バブルですけど、家ガス止まってるし、風呂やって警察ってなんであんなに疑うんですかね、そういう、なんで、まず頭のことはなかなか突っ込みよれへんのですね、もう見た目で変やからほんま一番そこやねそうそうそう、でもこれはほっときよるんですよ、とりあえずで、誰の自転車やっていうのか、足のやと関係ないよね、でしょ、で調べていいか、そこは関係ないよね、調べはんの、調べはるんですよ、で調べてもうても僕のやから、でどこ行かはるんですか、で風呂やんどこの風呂行くんですか、いやそこの風呂どこでもええかな、そんなもんってなってくるじゃないですか、いろいろ聞かれて、でどうしはったんですかって、でも頭とは言えへん、どうしはったんですかって言わはるんですよ、いやせやもう家で風呂入っとったら言うでへんようになったんやと、風呂行くねやと、だんだん腹立ってくるじゃないですか、その家で風呂入ったら湯が出えへんっていうこと自体がな、いやでもこんな家が今あんのか、こんな平成のいやこんな時代、しかも流そうとしたら長いそうですよ、子供の時はちゃんとシャワー湯出てたんですよ、でもまあまあね、まあ、俺なんかどこ住んでんねんとか、なんかいろんなこといっぱい行かれて、もうほっといてくれやと、はい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 言うから、もうとりあえず風呂この頭見えと風呂行かせと腹立つでしょ、もう藤本義さんみたいになってる、ええなはあ、とりあえずもうそこの風呂屋やから、ね、風呂はもう待っとけと風呂すぐ出てくるからあ待っといてくれと、もうなんか質問あれじゃ待っとけと、で言うて行ったんですけど、まあまあもういいですって最後は言わはったんですけど、なんか警察って疑うでしょ、いや僕はあれだって前、ね、はい、あの宮崎元気があの料理習いに行こう言うて、包丁買いに行ったら後ろから5本出されて、私服警官に職務質問されてんだ包丁見てるだけでやってなんかしでかしそうな感じやったんでしょ宮崎元気、あれ僕あのオウムの事件あったじゃないですか、あの時東京に乗ったじゃないですか、であのモヒカンで後ろ長くてっていう時にね、地下鉄東京で乗るじゃないですか、あの時地下鉄 の, へあの駅の改札のところに絶対警察官前に立ってたんですよ、で僕が出て行ったら、絶対警察官僕のことをもう明らかに見とるんですよ、で腹立つでしょで初めのうち腹立つなと思ってんねんけど、毎回それやからちょっと警察官をからかおうっていうのを思い出して、らしく見えるようにしたれみたいな、そう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 、であの まずこう知らんふりして行って、絶対警察官をのこう下目で見といて、で警察官と一回目合わすんですよ、で合わせた瞬間にピッてそらしたるんですよ、ほんであの切符入れてそのまま早足してタタタタって歩いていったら、警察官でっかい後ろついてきよう、で僕は上上がりまでずーっとこうやって見とるんですよそんな楽しみ方とかしてます、何もせへんからな、悪いことせへんからね、俺してそうやけどな全然せえへんから、ね、全然もうあれやもんね、前科ないっすよ、前科ないもんね、ないっすよ、周りはいっぱい前科ある人いますよ、周りはよくわかるなあれだって宮崎元気のね身元引き受け人で警察迎えに行ったら警察官がお前も怪しいみたいなあれ疑いすぎですってせやから、あれ見た目で4区軽トラで行って、そうです、軽トラどこ行ってええのって、何しに来てん言われるんですよ上下スウェットで上下スウェットそうですよ、
ま上下スウェットでなんかゴミいっぱいついて汚れてるやつ、モケモケのボケボケ、そうもうねモヤモヤのねええ格好できてなあ、ほんまもやな、身元引き受けにこれ宮崎まだ宮崎元気もなんで黒い身元引き受けに俺嫌やもん、俺から絶対嫌やわ、どうか嫌やろ、いやいや元気から電話かかってきて、はい、兄さんちょっと身元引き受け絶対嫌や、まあ、おもろそうやけど、はい、いやいや夜中ですよ、夜中2時に電話が出るんですよ、えらいこっちゃどうしてガラウケ来てくれや、ガラウケガラウケちゃうやんそれ、ガラウケガラウケ、ガラウケ言葉使うことがもうただもんちゃうやん、ね、また今度あれまたやりたいわ、シブレイコール5月にあれはほんまにおもろい、思い出し笑いするわ宮崎元気のあれはまたまたあいつその前にまあね5月にまた俺はイベントやね楽屋話やろう思ってるけど、うん、その時に宮崎は来れるかどうかやな、そう捕まってんかったらええねんけど、シャバにおったら兄さんシャバにいますって言うな兄さん俺絶対シャバいますってあのバラエティ番組出ろとかに出てほしいね、脱出の出ろ出ろ出られへんだから、あれ出られ追跡とかあるから宮崎追跡って逃げるんであいつ逃げるね、金かかったら絶対あの番組であいつ優勝しようんじゃもうええよ言うても出てこないし金やる言うてもうええってほんでまたあのもし捕まって牢屋に入れたらよう似合うんやろあの、牢屋入っても何とかの牢屋こじ開けようとか何とかしようとかあれしますよ、ほら緑の窓口みたいなところであの、あの面会やるじゃないですか、あ面会で電話でこうやるやつ電話でやるやつあれや不屈やな、ありがとうございました、はい。